ボルチモアレッスン1回目はこちらのパターンです。では作っていきましょう。材料です。図案、印刷されたアプリケペーパー、野良犬のアプリケに使う生地、そして刺繍糸です。アプリケペーパーの図案をそれぞれカットします。アプリケペーパーのこちら側はキラキラしているのでのりがついています。布の裏にこののりの面を当ててアイロンでくっつけます。こちらのパーツですが、これが上に乗るのでカーブになっています。でもこれが上に乗るのでカーブでカットしなくてもまっすぐで線を引いてカットしてください。そうすると簡単にカットすることができます。布は縫い代は畳まないでそのまんま開いた状態にしておきます。こんな感じでカットしてみてください。まずは真ん中の黄色い部分を作っていきます。アプリケペーパーのキラキラしている方を布の裏に乗せてアイロンでくっつけます。布の縫い代は 2,3 ミリ残してカットします。布の縫い代に糊をつけます。アプリケ棒で畳んでいきます。ができました。こちらも布の縫い代は2ミリから3ミリでいいです。ここの一番触れている部分はギリギリをハサミでカットしてください。では畳んでいきましょう。全部畳み終わりました。先ほどのまっすぐに線を引いていただいたこちらの部分は布が畳まないでこのままの状態にしておいてください。山と谷がストライプが合っているときれいに見えます。それぞれのパーツが出来上がったら、図案の上にそれぞれのパーツを組み立てていきます。クッキングペーパーを使うとベタベタしないで便利です。中心の部分を作っていきます。一番下はこちらのパーツです。糊をつけて4枚乗せましょう。次の部分を乗せていきます。
全部乗りました。のりが全部終わったら一度アイロンをかけます。クッキングシートなのでこのまま外すことができます。くっついたパーツです。図案の上に土台布を置き、くっついたパーツを乗せます。のりでくっつけます。透けた図案の上に周りの4つの花を乗せます。土台布に各パーツがのりでついたらアップリケをします。縦まつりをします。クリブキルトオリジナルアップリケ糸でブルーの糸で縦まつりすると縫い目が見えなくて綺麗に仕上げることができます。糸はこんなに細いです。縦まつりが終わったら刺繍糸2本取りでアウトランステッチをしていきます。4箇所しましょう。出来上がりました。こちらの部分はパーツがいくつも重なっているのでキルティングがしにくいです。ですので裏の布をカットしていきます。まず最初に土台布をカットして、そして次に星の布をカットしていきます。では1回目、皆さん作ってみてください。